渋谷リーコーは、日本の男性総合格闘家、グレイシーテクニクスホノルル所属。2008年10月19日、リングス、前田明がプロデュースする不良の構成を目的とした、アマチュア総合格闘技大会、ザ・アウトサイダー第3戦で、総合格闘家としてデビュー。中村慶希と対戦し、試合中に規制を上げる、独特のファイトスタイルで小勝ちを収めた。 その試合の渋谷の印象について、レフェリーを務めた、平直行は、素質があるゆえに、工芸品のように繊細な、脆さがあると語り、大会主催者の前田明は、陽光路の淵にあるダイヤモンドの原石と例えた。2009年3月15日、勝っても負けてもこれで格闘技をやめるつもりで、ザ・アウトサイダースペシャル飲料国国技館に参戦。試合に負けて、 リングを去ろうとしたときに、対戦相手の内藤博史から、格闘技やめんなよと言われた影響もあり、以後も、同大会に、継続参戦するようになった。2010年11月28日、刑事ホース20で、プロデビュー。金内優也を判定で下した。2013年4月21日、ザ・アウトサイダー第25戦で、朝倉会に判定勝ち。2014年9月13日、 CTF チャレンジ02に参戦。プロ3戦目にして、パンクラスのトップランカー、小賀安高を下す、大金星を挙げた。2015年3月13日、アジア最大規模の総合格闘技団体、ワンチャンピオンシップへの初参戦で、タイトルマッチに抜擢され、世界フライ級王者、アドリアーノ・モライスに挑むも、判定負けを喫し王座獲得に失敗した。 2015年10月9日、ユー,ジーンと経路を判定で下し、ワンハツ勝利を収めた。2016年1月23日、ロイドリゲスに判定勝ちするも、試合中に反則のサミングを受け、後に目の異常を感じた。同年2月下旬、滞在先のハワイの病院で、胸中に失明すると宣告され緊急帰国。都内の病院で、両目とも網膜剥離との診断を受け、 手術となった。一時は両目ともほぼ見えない状態になり、自身のツイッターで引退を示唆したが、後に現役続行を表明。所属事務のあるハワイで復帰に向けたトレーニングを開始した。2017年8月18日、ジアーニスッパと復帰戦を行い、判定負け。2017年12月9日、モトルンピニースタジアム認定3階級王者で、 初代ワンセカイストロー級王者のデイダムロン、ソーアミュアイシルチョークと対戦し、ギロチンチョークで一本勝ちを収めた。試合後のインタビューで、視力は片目が0.2、もう片方の目も0.02程度まで回復していると語った。ありがとうございます。